あなたと今溢れる恋心に色をつけて大切に胸にしまう私たちの恋色。今日はですね、栃木県足利市はじか町にある森田屋さんにやってきました。たびたび見かけるあの絵が気になりますね。この絵、この絵、創業が昭和2年、昭和49年に改築し、63年に新築に。63年はちなみに私の生まれ年、私とためだっていうことだ。店内は小上がり席にテーブル席、明るい店内です。卓上はシンプルです。メニューです。森田屋さんはカレーうどんと半熟卵店が美味しいらしいです。この絵インパクトあるよな。まずは平日限定のランチ、ご飯もののうどんセット、そばセットが魅力的です。合い盛りやひもかわもあります。冷たい麺やせいろ系、温かい麺もあります。ミニのご飯もの助かります。セットメニューが豊富で悩むね。ご飯のメニューが豊富な蕎麦屋さんは好みです。半熟卵店出てきましたね。天ぷらの単品などもあります。最後はお店の情報、熱々鍋カレーうどん1100円。ドロロリってことで相方はカレーうどんです。薬味がついて、この器もいいですよね。カレーうどんも具材が豪華だな。うまげ。カレーのスープはとろみがいい感じです。だしが効いていそうですね。うどんも美味しそうです。とろみがあるからよく絡んでますね。いただきます。この一つがかなりのボリュームですね。やっぱり蕎麦屋さんのカレーってうまい。出汁が強く効いてうどんによく絡んでいます。これはお店の人自信あるわ。上には鶏肉にネギ、鶏肉もかなり柔らかいです。鶏からもいい出汁が出るんだろうね。ネギの香りもグッドです。ここからは秘密のものが出てきます。それはなんとご飯です。カレーうどんからの締めの米が一緒にいけちゃうんですよ。たまにトッピングで米つけられるところとかもあるんですけどね。森田屋さんはこれ一つでダブルを味わえる。嬉しすぎます。そしてしっかり焼いてある餅、熱で溶けてるこの感じ、伸びます伸びます伸びます。美味しいな。餅は溶けたぐらいが好き。半熟卵エビ天セット900円。ドロロリ。私はもちろんご飯付きのセットです。これで900円はお得だよね。あー失敗した、大盛りにすればよかったな。そばかうどんか、冷たいかあったかいかが選べる。薬味にお漬物がついています。うまげ。このセットはぶっかけ系ですね。そばの不揃い感が好きなやつ。そばの量は思ったより多いですね。薬味を加えて、ほうれん草も嬉しいよね。つゆは優しめな感じ。コシがあって好きだわこれ。今日は暑いので最高にうまいね。そばは一本が結構長め、ため息をつくうまさです。冷えたつゆもうまいんだよな。
私の好きなエビちゃん。エビ天丼大好き、大好物。サイズは可愛め。それでは割ってみましょう。やっほー、好き、もう好き。半熟の天ぷら作るの大変そう。これはもう。エビは見た目以上のプリプリ。美味しい、出ちゃってますね。すいません、裁縫確定です。ってことで見せてあげましょう。これどうです？黄身のご飯たまらんよね。卵黄の感じに天丼のつゆが抜群。もう噛みしめてます。甘めな天丼のタレがうますぎる。はーってなります。本当に卵黄エビディップ。おー、ナイスパーティー。自慢したくなるうまさです。尻尾までガブリ。いやー、これ本当に美味しいな。大盛りにすればよかった。でも結構そば量があるのでこれで満足でした。カレーうどんごちそうさまでした。半熟卵エビ天丼セットごちそうさまでした。それでは振り返りです。いや、びっくりしたね。相方の食べたカレーうどんは下から宝が出てきます。そばはコシが強く不揃いで好み。半熟卵と天丼のタレが好み。お昼は混雑が予想されます。お時間をずらしてください。裁縫確定。本日はごちそうさまでした。